本家本元日本史一問一答聞き流し動画。まずは等倍で答えを思い浮かべながら聞いてください。次にだんだんスピードを上げていって最終的には2倍速で答えがスラスラ言えるようになったら、それらの歴史用語はあなたの脳に刻み込まれています。784年平城京から遷都された都、長岡京。平城京からいきなり平安京に都が移ったわけではありませんよ。794年長岡京から遷都された都、平安京。平安京への遷都を行った天皇、桓武天皇。桓武天皇が蝦夷平定のために新たに作った官職、征夷大将軍。征夷大将軍はもともと東北地方を平定するための官職でした。最初の征夷大将軍に任命された人物、坂の上の田村麻呂。802年坂の上の田村麻呂が北上川中流域に築いた城、伊沢城。翌年この北方に志波城が築かれます。平安時代初期の文化の名称、弘仁貞観文化。天台宗を開いた人物、最澄。天台宗の総本山、延暦寺。延暦寺のある山の名前、比叡山。真言宗を開いた人物、空海。真言宗の総本山、金剛峯寺。金剛峯寺のある山の名前、高野山。空海が嵯峨天皇から与えられた京都の寺院、東寺。別名を京王護国寺といいます。山岳信仰に基づき山中での修行を重んじる宗教。修験道、奈良にある女性も参拝可能であった真言宗寺院、室氏。女人荒野と呼ばれました。密教の世界を独特な構図で描いた絵画、曼荼羅。東風の書の名手のこと、三筆。三筆の三名をすべて答えよ。空海、嵯峨天皇、立花の早成。宇多天皇上位後に即位した延喜の地と呼ばれる天皇神聖を行った天皇は誰か。
醍醐天皇。宇田天皇に重用されたが、藤原の時平の陰謀で太宰府に左遷された学者出身の人物は誰か。菅原道真。10世紀前期、醍醐天皇と共に天皇神政を行った天皇は誰か。村上天皇。幼少の天皇を補佐する役職を何というか。摂政。成人後の天皇を後見する役職を何というか。関白。御一条御朱雀御霊勢三天皇の外祖父となり藤原氏の最盛期を築いた人物は誰か。藤原の道長。宮中で毎年一定の時期に慣例として行われる政務や儀式のことを何というか。年中行事。唐の滅亡後960年中国に建国された国は何か。そう、北宋。10世紀前半朝鮮半島で建国された国は何か。高麗。高麗が新羅を滅ぼし朝鮮半島を統一しました。平安時代中期後期の日本独特の文学や美術などが数多く作られた文化は何か。国風文化。金文字のうち草書体を簡略した文字は何か。ひらがな。これに対して漢字の一部分を用いた金文字をカタカナと言います。905年に編纂された最初の勅撰和歌集は何か。古今和歌集。万葉集は勅撰和歌集ではありません。注意しましょう。10世紀前半に成立した在原業平をモデルとした歌物語は何か。伊勢物語。在原業平のモテモテぶりが書かれた物語です。世界最古の長編物語といわれる源氏物語を書いた人物は誰か。紫式部。源氏物語と同時期随筆枕草子を書いた人物は誰か。清少納言。紀貫之が表した日本初の金書き日記は何か。土佐日記。国風文化の頃に登場した三人の和洋の書道の名手のことを何というか。三席。公認上巻文化で登場した三筆と取り間違えないようにしましょう。三席の名をすべて答えよ。小野の東風、藤原の助政、藤原の行成。日本の風物を題材とした絵画を何というか。大和絵。漆で文様を描き、
金銀の粉を表面に吹きつけた工芸品を何というか。蒔絵。平安時代の貴族の住宅様式を何というか。神殿造り。平安時代の貴族の男子の正装を何というか。束帯。束帯を簡略化したものを衣冠と言います。平安時代の貴族の女性の正装を何というか。女房装束。十二人絵。女性の成人儀式を何というか。模擬。男性の成人儀式は元服と言います。一定期間、特定の建物の中で謹慎することを何というか。物意味。阿弥陀仏を信仰し、来世に極楽浄土に往生することを願う教え。浄土教。1052年に乱世を迎えるという思想。末法思想。1052年から1万年末法が続くという思想です。10世紀前半、京都の市中で往生極楽の思想を説いて一の聖と呼ばれた人物。空也。口から仏様が出ている像で有名な人です。往生する人を迎えるために阿弥陀仏が来臨する場面を描いた仏画。来迎図。1053年、藤原の頼通が宇治に建立した阿弥陀堂。平等院鳳凰堂。末法を迎えた翌年に建立されました。怨霊を慰めるための法会のこと。御霊会。菅原の道真などが怨霊として祀られました。貴族や寺社、地方豪族、有力農民などの私有地。荘園。武士団の中心に置かれた貴族出身者のこと。棟梁。桓武平氏や清和源氏などがその代表です。10世紀前半、関東を拠点として親王と称して反乱を起こした人物。平将門。10世紀前半、海賊を率いて太宰府などを襲撃した伊予の国司。藤原の住友。10世紀後半、陸奥の安倍氏が起こした反乱を源頼義、源義家が平定した戦乱。前九年合戦。10世紀後半、源義家が清原氏の内紛を収めた戦乱。後三年合戦。源義家は八幡太郎と呼ばれ、東日本で大きな力を持ちました。後三年合戦の後、大宇地方で勢力を強め、陸奥国平泉に本拠を移した豪族。
藤原の清平、中尊寺金色堂を建立した人物としても有名です。1086年に幼少の堀川天皇に譲位した後、上皇として政務を取った人物は誰か。白川上皇。退位した天皇が上皇として国政を取る政治形態を何というか。院政。上皇は出家した後、何と呼ばれるようになったか。法皇。白川法皇の次に院政を行った上皇は誰か。鳥羽上皇。奈良や京都の大寺院に組織された武装した下級僧侶集団のことを何というか。僧兵。興福寺や延暦寺の僧兵が有名です。平の清盛の祖父で源義親の乱を平定し院に徴用されるきっかけとなった人物は誰か。平の政盛。平の清盛の父で瀬戸内海の海賊平定などで鳥羽上皇の信任を得た人物は誰か。平の忠盛。1156年鳥羽法皇の死をきっかけに起こった権力の継承争いを何というか。保元の乱。保元の乱で敗北し讃岐に流された上皇は誰か。崇徳上皇。その後怨霊として恐れられた人物です。保元の乱で勝利し権力を握った天皇は誰か。後白河天皇。1159年、院の近親官の勢力争いから起こった反乱を何というか。平治の乱。この反乱をきっかけに平氏政権が誕生しました。源頼朝の父で、平治の乱で倒された人物は誰か。源義朝。この時頼朝は伊豆に流されました。1167年武士として初めて太政大臣に就任し平氏一族の全盛期を築いた人物は誰か。平の清盛。1177年藤原の成親や宋の俊寛が行った兵士打倒計画を何というか。獅子ヶ谷の陰謀。兵士政権が行った中国の貿易のことを何というか。密宋貿易。藤原の清平が陸奥国平泉に建てた阿弥陀堂で世界遺産にも登録された建物を何というか。中尊寺金色堂。岩手県にあります。豊後の国今の大分県にある院政期に建てられた阿弥陀堂を何というか。吹地王堂。院政期に表された歴史物語で
藤原氏による摂関政治をやや批判的に記録したものを何というか。大鏡。院政期に表された歴史物語で藤原氏による摂関政治を肯定的に記録したものを何というか。映画物語。インド、中国、日本の説話を集めた院政期を代表する説話集を何というか。今昔物語集。今昔物語で止めないように注意しましょう。絵画の部分と文字の部分を交互に記した大和絵の手法で描かれた巻物を何というでしょう。絵巻物。擬人化された動物の行動を通して当時の上級貴族や僧侶を風刺した院政期の絵巻物を何というか。鳥獣戯画。秋の厳島神社に奉納されている装飾が施された経典を何というか。平家農協。1180年に即位した平清盛の孫は誰か。安徳天皇。安徳天皇の母親の名前は何というか。平徳子、建礼門院徳子。1180年兵士打倒の令旨を出した後白河法皇の子は誰か。持ち人王。1180年平清盛が遷都した都はどこか。福原京。貴族たちの反対を受けたためおよそ半年後に平安京に戻りました。1183年栗から峠の戦いで兵士を破って上洛し兵士を都落ちさせた人物は誰か。源義仲。摂津で起こった源義経、源範頼が兵士を破った戦いは何か。一ノ谷の戦い。讃岐で起こった源義経、源範頼が兵士を破った戦いは何か。屋島の戦い。1185年源義経、源範頼が兵士を滅亡させた戦いは何か。壇ノ浦の戦い。20. 平安初期の政治。平安京で荒廃していたのはどちらか。右京、左京。右京。坂の上の田村麻呂が征伐した恵美氏の族長は誰か。アテルイ、コレハリのアザマロ。アテルイ、コレハリのアザマロは後任天皇の頃多賀城を陥れた恵美氏の族長です。平安時代鎮守府はどこに移されたか。
伊沢城、多賀城。伊沢城、多賀城は奈良時代に鎮守府のあった場所です。嵯峨天皇の命を受けて蝦夷氏の征討を行った人物は誰か。坂の上の田村麻呂、糞屋の渡麻呂。糞屋の渡麻呂、坂の上の田村麻呂は桓武天皇の頃征夷大将軍となった人物です。関東地方などから東北地方に移住させて開拓と防衛に当たらせた農民を何というか。作子、不臭。作子、不臭は蝦夷氏征討の結果基準した蝦夷氏のことです。影湯氏を設置した天皇は誰か。桓武天皇、嵯峨天皇。桓武天皇、徳政総論で軍事・造作の中止を唱えた人物は誰か。菅野真道、藤原の尾継ぐ。藤原の尾継ぐ、藤原のクスコはどの家の人物か。藤原式家、藤原北家。藤原式家、藤原の冬継ぐは藤原北家の人物です。検非違使は何天皇の時に設置されたか。桓武天皇、嵯峨天皇。嵯峨天皇、クロードの塔も嵯峨天皇の時に設置されました。律令を補足・修正した追加法を何というか。客、式。客、式は基本法の施行催促です。養老寮の公選注釈書を何というか。寮の義下、寮の修下。寮の義下、寮の修下は四川注釈書です。太宰府管内に設置された国家の直営殿を何というか。官殿、区営殿。区営殿、官殿は畿内に設けられた直営殿のことです。21、公認上官文化。空海に享和五穀寿を与えた天皇は誰か。桓武天皇、嵯峨天皇。嵯峨天皇、三王四位を表した人物は誰か。空海、最澄。空海、最澄の代表的な著作には三下学章式があります。最澄の弟子で自問派を形成した人物は誰か。遠鎮、遠仁。遠鎮、公認上官文化を代表する創業八幡神像はどこに安置されているか。東大寺、薬師寺。薬師寺、東大寺創業八幡神像は鎌倉文化を代表する神像です。陰陽師不動明王像を描かせた人物は誰か。遠鎮、遠仁。遠鎮、遠鎮は陰陽師で自問派を形成したので、そこから連想させてください。
最初の直線漢詩文集は何か。開封草、凌雲集。凌雲集、開封草は直線ではありません。2番目の直線漢詩文集は何か。警告集、文化修例集。文化修例集、警告集は3番目の直線漢詩文集です。次のうち三筆でないものは誰か。空海、最澄。最澄、次のうち空海の書はどれか。嗅覚上、風信上。風信上、嗅覚上は最澄の書です。立花氏の大学別荘を何というか。学官院、官学院。学官院、官学院は藤原氏の大学別荘です。和気氏の大学別荘を何というか。公文院、小学院。公文院、小学院は在原氏の大学別荘です。日本領域の作者は誰か。教会、新税。教会、新税は空海の漢詩文集である小領集を編集した人物です。22、藤原氏の他氏排斥。藤原の義房が立花の早成らを失脚させた政変を何というか。上和の変、応天門の変。上和の変、応天門の変は友の義雄らを失脚させた政変です。応天門の変で友の義雄が失脚させようとした人物は誰か。源隆明、源誠。源誠、源隆明は安奈の変で左遷させられた人物です。醍醐天皇の下で菅原道真はどのような官職に就いたか。右大臣、左大臣。右大臣、この時左大臣に就任したのは藤原時平です。演技の荘園制リレーで禁止されたものは何か。クエーデン、直視伝。直視伝、醍醐天皇に違憲封じ十二箇条を提出した人物は誰か。三好清幸、三好康信。三好清幸、三好康信は鎌倉幕府で初代門中女室侍となった人物です。朱雀天皇の下で摂政・関白を務めた人物は誰か。藤原時平、藤原忠平。藤原忠平、権限大法が鋳造された当時の天皇は誰か。醍醐天皇、村上天皇。村上天皇、安奈の変で左遷させられた人物は誰か。源隆明、源光仲。源隆明、源光仲は源隆明を密告した人物です。23、摂関政治の展開と平安時代の対外関係。摂関家となったのは藤原のどの家か。四季家、北家。
ホッケ。紫式部が仕えた人物は誰か。彰子、定子。彰子、定子は清少納言が仕えた人物です。藤原道長がこの世をば我が世とぞ思う望月の、で始まる歌を残したのは誰の時代が決まった時か。医師、剣士。医師、官職を任命する行事のことを何というか。樹木、叙位。樹木、叙位は位階を与えることです。平安時代中期、貴族社会における結婚形態はどのように変わっていったか。小生婚、妻どい婚。小生婚、妻どい婚から小生婚に変わっていきました。最後の遣唐使は誰か。遠鎮、遠仁。遠仁、菅原道真が遣唐使の停止を嫌疑した天皇は誰か。宇田天皇、醍醐天皇。宇田天皇、土肥の入港を撃退した人物は誰か。藤原のこれ近、藤原の高家。藤原の高家、藤原のこれ近の弟で兄と共に失脚していました。24、国風文化1。国風文化の展開。最初の直線和歌集は何か。万葉集、古今和歌集。古今和歌集、万葉集は直線和歌集ではありません。和漢朗詠集の選者は誰か。藤原の明平、藤原の金刀。藤原の金刀、藤原の明平は本朝門髄の選者です。藤原の道綱の母が表した日記を何というか。陽炎日記、更級日記。陽炎日記、更級日記は菅原の高末の娘が表した日記です。和風の農書家のことを何というか。三席、三筆。三席、三筆は東風の農書家です。三席の一人である藤原行成の子孫が始めた書道の流派は何か。少連院流、世尊寺流。世尊寺流、少連院流は鎌倉時代に起こった書道の流派です。藤原の助政の代表的な書は何か。秋萩城、離楽城。離楽城、秋萩城は小野道風の書です。平安貴族の男子の正装で簡略な方はどちらか。衣冠、束帯。衣冠、次のうち平安時代の貴族の通常服はどれか。能紙、ひたたれ。能紙、
ひたたれは平安時代の庶民の男子の衣服です。25、国風文化2、浄土教文化の発展。10世紀前半、京都の市中で極楽往生の思想を説いた人物は誰か。空也、源信。空也、源信は10世紀後半、往生要集を表した人物です。空也は別名何と呼ばれていたか。一の聖、遊行商人。一の聖、遊行商人と呼ばれていたのは鎌倉時代の一編です。日本往生極楽記の作者は誰か。源信、義重の安胤。義重の安胤、末法に入る直前の世のことを何というか。消防、増防。増防、消防、増防を経て末法に至るという考え方でした。藤原道長が建立した寺院は何か。北條寺、法性寺。北條寺、法性寺は白川天皇が建立した寺院です。上長の完成させた仏像の彫刻技法を何というか。一木造り、寄せ木造り。寄せ木造り。26、地方政治の変容と荘園制度。10世紀に登場した妙典の工作を請け負う農民のことを何というか。田都、妙手。田都、田都が後に妙手に発展していきました。隣国に赴任せず収入のみを受け取る国司を何というか。木代、容認。容認、木代は国司の代理として派遣される人物のことです。尾張の国軍事百姓ら下踏みで訴えられた受領は誰か。藤原の信忠、藤原元長。藤原元長、藤原信忠は受領は倒れるところに土をつかめという言葉を残したとされる受領です。実質的に荘園の支配権を持つものを何というか。本家、本所。本所、本家は領家からさらに寄進を受けたもののことです。中央から公式に富裕を認められた荘園を何というか。干渉不詳、国面の省。干渉不詳、国面の省は国司が独自に富裕を認めた荘園です。公領の行政区画で軍のすぐ下に編成されたものを何というか。郷、ほ。郷、ほは郷の下に編成されたものです。27、地方政治の混乱と武士の台頭。9世紀末頃、宮中の警備のために新たに設置された武士を何というか。滝口の武者、北面の武士。滝口の武者、北面の武士は院政の頃に設置されました。
平氏は何天皇の末裔とされているか。桓武天皇、清和天皇。桓武天皇。源氏は清和天皇の末裔とされています。平将門の乱を鎮圧した人物は誰か。小野義古、藤原秀里。藤原秀里。小野義古は藤原住友の乱を鎮圧した人物です。平将門の乱を鎮圧した藤原秀里がついていた役職は何か。横領氏、追武氏。横領氏。藤原の住友の乱を鎮圧した人物は誰か。平の貞盛、源の常本。源の常本。平の貞盛は平の将門の乱を鎮圧した人物です。源の常本の孫で河内源氏と称した人物は誰か。源の光仲、源の頼信。源の頼信。源の頼信。源の光仲は源の常本の子で多田源氏の祖となった人物です。平の忠常の乱を平定した人物は誰か。源の頼信。源の頼義。源の頼信。後三年合戦を平定した人物は誰か。源の頼義。源の義家。源の義家。藤原の清衡の子は誰か。藤原の元衡。藤原の秀衡。藤原の元衡。藤原の秀衡は藤原の清衡の孫です。28、院政の開始。後三条天皇が登用した人物は誰か。大江の広元、大江の正房。大江の正房。大江の広元は鎌倉幕府で初代公文所別当となった人物です。後三条天皇が出した荘園制礼令を何というか。延喜の荘園制礼令、延久の荘園制礼令。延久の荘園制礼令。延喜の荘園制礼令は醍醐天皇が出した荘園制礼令です。延久の荘園制礼令で多くの荘園が没収された神社は何か。石清水八幡宮、宇佐八幡宮。石清水八幡宮。後三条天皇が制定した升を何というか。京升、千字升。千字升。京升は太閤検地の時に定められた升です。上皇が自ら命令を伝える文書のことを何というか。院前、院の長下し文。院前、院の長下し文は院の長から出される公文書のことです。白河上皇の時に院の御所を警備するために設置された武士を何というか。北面の武士、西面の武士。北面の武士、西面の武士は後鳥羽上皇の頃に設置された武士です。
朝貢同僚は誰が寄進した荘園のことか。鳥羽法皇、後白河法皇。後白河法皇、鳥羽上皇が自らの皇女に伝えた荘園を八条院領といいます。延暦寺の僧兵はどこの神輿を先頭に立てて豪走を行ったか。春日神社、日枝神社。日枝神社、春日神社の神木を担いで豪走したのは興福寺の僧兵です。29、平氏政権の成立。源義親の乱を平定した人物は誰か。平の政盛、平の忠盛。平の政盛、平の忠盛は平の政盛の子で、瀬戸内海の海賊を平定した人物です。保元の乱で崇徳上皇側についた摂関家の人物は誰か。藤原の忠通、藤原の頼長。藤原の頼長、藤原の忠通は後白河天皇側につきました。保元の乱の結果、崇徳上皇はどこに流されたか。淡路の国、讃岐の国。讃岐の国、淡路の国に流された天皇は奈良時代の順仁天皇です。源義朝とともに平治の乱を起こした人物は誰か。藤原の信頼、藤原の道成。藤原の信頼、藤原の道成はこの時殺害された人物です。30、院政期の文化。藤原の元平が平泉に建立したとされる寺院は何か。毛辻、無料公院。毛辻、無料公院は藤原の秀平が建立した寺院です。次のうち文後の国にある寺院はどれか。白水阿弥陀堂、吹地王堂、三仏寺投入堂。吹地王堂、白水阿弥陀堂は陸奥国、三仏寺投入堂は法起の国にあります。藤原の道長の人生を肯定的に描いた歴史物語は何か。映画物語、大鏡。映画物語、大鏡はやや批判的に記した歴史物語です。陸奥和議はどの合戦を描いた軍記物語か。前九年合戦、後三年合戦。前九年合戦。両人秘書に収められた庶民の流行歌謡を何というか。今用、西原。今用、西原は民謡を雅楽風に編曲したものです。次のうち院政期の絵巻物はどれか。石山寺縁起絵巻、信貴山縁起絵巻。信貴山縁起絵巻、石山寺縁起絵巻は鎌倉文化の絵巻物です。大阪府の四天王寺に伝わる装飾経を何というか。
千面古社経、平家能経。千面古社経、平家能経は厳島神社に奉納された装飾経です。本家本元日本史一問一答聞き流しどうか。